皆さん、こんにちは。フクロウです。今回は、第五人格の、まさかのね、遺恨者、通称クモと呼ばれているものに遭遇したので、そちらの動画をね、探していきたいと思います。で、まずあちらにね、見えるのがクモなんですよね。かなり大きい形をしていて、本当にクモみたいな形をしていてですね。で、特殊な能力を持っているという感じになっています。ちなみにこちらのクモをまだ購入することはできなくて、ガチャからね出すしかないんですが、この人はねすごいですよね。たまたま当てたのか、もしくは課金して当てたのか、どちらかなんですけど、相当出ないなと思うんですよね。こちらのクモですね、チェアがなくても自身の眉をね部屋代わりにして拘束することができると。だからその場でも拘束することができるので、一時運ばなくていいという感じになっていますね。で、今回はですね、このようにね、キャンパーをしているので、性能がね、あまり発揮できてないかもしれないんですが、動き回ったらね、捕まえてね、眉が100使うみたいなんですが、それでね、どんどん拘束できるので、他のハンターよりもね、早く捕まえることができるという可能性はありますね。ちなみにね、地図で後ろからね、2人追いかけてるのは気づいてるんですが、ここでハンターがね、近づいてきたので、私はもう一個奥のね、発電機に向かうという感じになります。で、ここにいるとですね、襲われるリスクもあるんですが、仕方ないかなって感じですね。あと1個なんでね、暗号機の場所が近いというのはね、よくあることですね。ハンターもですね、私がここ通ったのを知ってるんで、こうやってこのようにね、めちゃくちゃ近くを走ってくるんですが、別の人がいたのでね、そっちの血を取られてるという感じですね。で、その間にね、もう一人が駆けつけてくれて、この人がですね、一緒に勇敢にね、この最後の1個を回そうという感じですね。で、もう一人の人は頑張ってね、こうやって逃げてくれてるということですね。野良でやってるんですが、なかなかね、連携が取れていて、いいパーティーだなっていう感じですね。でも、あのクモに近づかれると、やっぱ気持ち悪いですよね。すごいリアルなんで。私がね、もたついてる間に、もう一人の方がね、こうやって走ってくれてるので、ドアを開けるのはこの方にお任せしようかな、という感じですね。でね、ハンターもね、ここにいるのは分かってるはずなんですが、なぜかね、あそこで待機してるので、今回は楽に行けるかな、っていう感じですね。ね、こちらからも見えてるという感じなんでね。で、開いたのでね、このようにギリギリのところに立ってですね、大変申し訳ないんですが、クモの姿をね撮影させてもらおうという感じです。相方の方はね、もう出てくれっていう感じなんですが、ちょっと一回ね、姿をきっちり撮影しておきたいという感じですね。ちなみにね、本来はこういうのはね、お行儀が悪いので、絶対にしないんですが、今回はね、動画を撮影するということなんでね、やらさせてもらってるという感じです。性能をよく知らなかったんですが、この位置に立ってるとなんか、飛び道具とか飛んできそうだなっていう感じがしたんで、ちょっとね、脇にそれておきたんですよね。そしたらですね、この位置にクモの巣が飛んできてですね、こういうのあるんだって思いましたよね。で、姿をね、きっちり撮れたので、これでね、退散という感じです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に
高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。